くじを当てて億万長者になったら、君もね、一度はそんなこと考えたことあると思うんだけど、適当に数字を選び続けても当たることっていうのはまずないのよ。うん、だけどね、実際にロトではさ、毎週毎週億万長者が生まれてるわけであって、その高額当選を果たした人たちっていうのはさ、もう億万長者という夢を叶えてるわけなんだよね。うん、わかる？でね、今回ね、本当よ、本当ここだけの話にしてほしいんだけど、今日ね、来てくれてる君のために、本当に今回だけで特別でね、僕がね、ロトでね、当てるところをね、見せようかなって思ってるの。うん、でね、その当て方っていうのはね、早速ね、教えていこうと思う。すいません、すいません。その、なんか左手につけてるやつって何ですか？あ、これね、これはね、金を呼び寄せるブレスレット。金を呼び寄せる。なんか、それってちょっと効果とかあるんですか？あ、もちろんもちろん、これ実績出てるから。なんか実績ってなんかどういう、あんまりちょっと信じがたいなっていうところがあるんですけど。いや、君さ、これだけはちょっと言わせてほしいんだけど、それとっても失礼だよ。これ実績出てるから。これ、一つちなみに15万するんだけど、これ15万で結局6億が当たるって考えたら、とっても君の利益は大きいと思わない？いや、にしてもちょっと15万は高いかなっていうのは。まあまあまあ、君のね、言いたいことももう分かるんだけど、やっぱこの効果はあるから、実績出てるから。その実績っていうのもちょっとまだよく分からないんです。あ、もう分かった。今日は大丈夫。今日は大丈夫。そうですね。この方法だけね、紹介させてほしいんだけど。分かりました。はい。でね、早速やり方っていうのが、この本を使ってやり方なんだよね。で、一緒に使っていくのがこの億万長者ボードっていうものなんだけど、でもやっぱね、話聞いてるだけじゃ分かりにくいと思うから、早速一緒にやってみようか。まずね、手順の一つ目なんだけど、前回と前々回の抽選の結果をね、確認してほしいんだよね、まず。その結果はみずほ銀行のね、宝くじのページで調べることができるから、後でやってみてね。今やろうか、ごめん。で、その前回と前々回の数字を確認してもらったら、その中で一番小さい数字を確認してほしいわけ。で、その一番小さい数字っていうのが、実はグループに分けることができて、今回4つのグループに分けられるんだけど、今回ね、僕たちがやるのは、前回05、前々回も05だから、どっちも B に入るんだよね。グループ B に所属するんだよ。わかる？その前々回と前回のグループの変化から、今回のグループをね、決定していくんだけど、で、今回 B から B に移動する中で、一番出現率が高いのはどのグループかなっていうのを探すわけ。で、今回まあ無難にね、出現率高いのを選ぼうっていうことで、35.9% の B を選びたいなって思うんだけど、いいかな。で、今回このグループから軸数字っていうのを決めていくんだよね。その軸数字を決めるにあたって大事なのが、今何月かっていうことなんだけど、今何月かわかる？3月だよね。で、3月の B グループに所属する軸数字が3、4、5の3つになってるんだよね、この中で。で、ここでもね、無難に出現率が一番高いのを見ていこうと思うんだけど、そこが 17.9% で3になってるよね。だから今回の軸数字は3でいこうと思うんだけど、いいかな。で、その軸数字が3って決まったら、軸数字が3のチェックシートを使おうと思うんだけど、ここで使うのがさっき紹介したこの億万長者ボードなんだけど、これをね、3が軸数字になってるチェックシートに重ねていくだけなの。ほら、やっぱ自分で数字決めるので大変だよね。でもこれを使うとさ、こうやってヒット数字を重ねるだけで数字が浮かび上がってくるので、こうやって順序よく重ねていくと、今回君が書く数字っていうのが分かるんだよね。で、今回出た数字がこれなんだけど、早速ね、このルート6のね、申し込みカードに書いていこうと思うんだけど、いいかな。じゃあね、こういう感じでね、もう数字を塗り終えたら、早速売り場行こっか。あ、すいません。券買うって僕今ちょっと手持ちなくて。ああ、大丈夫大丈夫。今回僕出しとくから全然気にしないでいいよ。そうですか。大丈夫大丈夫。早速行こっか。ああ、ありがとうございます。